皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル、今日の担当は深川るかと渡瀬ゆずきの、せーの、ゆずるかです。イエーイ。さあさあ、ゆずるかも2本目ですかね。ゆずるかとして響スタイルに出るのは、もう前回の、D4DJ のプレイ動画が先月か、もうこの場も結構慣れてきた。うん、ちょっと緊張してる。そうね、 D4DJ といえば私たち先月あれですよね、 D4DJ コネクトライブに出演させていただいて、 あちらの感想とかは、終わった後の感想とかありますか？ね、終わった後のあのバーってなった感じ、バーって緊張がそう、緊張がほどけての安心感と、終わっちゃったみたいなそう、 D4DJ は、10月にもライブがありますのでね、ぜひそちらもよければチェックしてください。さて、今回は私たちも出演させていただいている D4DJ になぞられた企画をやりたいと思います。 D4DJ 連帯責任クイズ、イエーイ。なんぞやって感じですけれども、今から D4DJ になぞられたクイズが出題されるので、2人同時に回答して2人とも正解することができれば成功です。どちらか片方でも間違えてしまった場合は失敗、失敗すると連帯責任でビリビリを受けなければなりませんさあ、もうビリビリはやったことはある？初めて。ない、初めて。初めて、私も初めてなんだけどさ、どんな感じかもめっちゃ緊張するしさ、うわーって感じ。あのクイズの方はどうですか？クイズダメ。ダメクイズ番組とかよく見る方？うわね、たまにテレビで見たりするけど、うんって感じ。そう、なんかこうやっていざさ、こういう場所でクイズすることって初めてだからさ、勝手も分かれないしさしかも連帯責任ってさ、2人で同じ回答しなきゃいけないじゃん。もうこれはチームワークですよね、私たちゆずるかの。ね、頑張れ。今までの友情が、そうね、今までの友情が試されます頑張っていきましょう。では最初の問題はこちら。でで、白鳥くるみと竹下美衣子が所属するユニット名リリカルリリーのリリカルとはどういう意味の言葉でしょう？リリカル、リリカル、リリ、なんだろう、リリカル、リリカル、リリーは分かるんだよね、うん、私、うん、これね、あ、合ってるかな、漢字が、あ、ひらがな、書けない、ひらがなでよし、じゃあ私これでいこう。うん、うん、できた？うん、できたけど、うん、自信は？あんまりかな。では答え。じゃあ私からいきます。はい、せーの、のん。お？なんて書いたの？シュクジョ。シュクジョ。シュクジョ。あ、はるなちゃんがよく言ってるからこれかなと思ったんだけど。では私の回答こちら。せいそ。回答どうでしょう？熱狂的でなどらしいです。全く違うんですね、全く違うあら、そんな感じだったんだ ね、熱狂的な、熱狂的な、なんか熱狂的な感じ、ね、いや、来るのかな、じゃあここ、これいつ来るのかな、これいつ、え、あ、あ、すごいね、なんかね、なんか脈打ってる、うん、ドンドンってこれぐらいだったら私いけるな、うんうん、もしかしたらいけるかもしれん、うんうん、じゃあ気を取り直して2問目を、チームワーク大事に2問目いきたいと思います。2問目がこちら。 DJ プレイにおいてこするとは何を指す言葉でしょう？こする、こする、こするってことは、うん、DJ でいうこれ、これ、これね、多分ってことは、多分あれだよね、多分グルミクとかさ、うんうん、多分私たちはね、多分これはね、知ってる言葉な気がするぞ、合ってると、私もちょっとこれは自信ある、うん、絶対自信ある、これ、うんうん、これは合ってると思うし、うかちゃんも合ってると思う、うんうん、よし、では私から答えをいきたいと思います。私はこちら、スクラッチ。じゃあ
いくよ。うん。せーの。ドン。お。一緒。膨らんじゃった。これは？いやでも合ってなかったらね。どっちだ？そうだよね、キュピキュピって擦るもんね、うん、そうそうそう。続いての問題はこちら。リリカルリリーのリリーはユリという意味ですが、ユリの花言葉は何でしょう。あ、これ私分かる、これ私分かるよ。あ、分かるよ、分かるけど合ってるかどうかだよ。マジ？あ、そうだよね。私ね、花言葉結構調べるの好きなんだ。でも漢字が分かんない。あ、またひらがなで書いちゃった。ちょっと漢字が、漢字がね、苦手なんよ。そう、苦手ね、うん。できましたか？うんうんうん。じゃあ、じゃあ私から。はい、ドン。お、お、純粋、純粋。では私の答えはこちら。純粋。同じ同じや。じゃあここは一緒だけど、ね、さあ答えは純粋。おお、やったー。すごいじゃん、もう連続。やったね、やったー。純粋と無垢だね。確かにリリリリっぽい感じですね。熱狂的な純粋。熱狂的なユリ。そういうことだったんだね。ね。一つ勉強になりましたね。続いての問題はこちら。白鳥くるみの好きな食べ物であるコンペイトーを漢字で書いてください。漢字苦手。そうね。でもね、コンペイトーは多分簡単よ。私のツイッター見たらわかるけどね、くるみちゃんのコンペイト食べたっていう写真あげてるから。あ、そうだよね。ね、きっと多分打ってるもんね。そう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 、できました。ペイ？ペイってなんだろう。ペイでつまずくか。ペイでつまずいてるな。マジか。では早速私から答えをお見せしたいと思います。私はこちら。金に平らに糖でコンペイトと書きましたが、ルカちゃんはどうですか？いくよ。はい、ドン。お、一緒。一緒では？あ、一緒じゃん。一緒。答えはどうですか？答え、コンペイト、金に平らに合ってる。よかった。よかった。結構合ってるね。今3問連続でしょ。よかった。いい感じ、いい感じじゃん。チームワーク、いい感じ。いいわよ、いいわよ。では次の問題はこちら。竹下美衣子が好きなお化け屋敷を英語で書いてください。ほう。何も浮かばんのだけど。うん。待って。あ、な、習った？習ったことない。ないよね。教科書でさ、お化け屋敷って多分ないね。習ってない多分。ないね。ちなみにゆかちゃん、英語はどうですか？ダメ。あ、ダメ。ダメ、本当にね。人に言えないような点数よく取ってた。マジ？いや、でも私も、私結構ね、英語得意なんだ。でもちょっとこれは分かんないな。待って、お化け屋敷でしょ？屋敷だから、絶対違う。なんかね、すごいこと書いちゃった。マジ？でも私ね、屋敷の方は自信ある。お化けの方自信ない。では答えで、できた。じゃあいきます。はい、はい。待って、絶対違うの。絶対違うの。待ってよ。ホラーハウスって書きたかったの。なるほどね。ホラーハウスって書きたかったの。なるほど、ホーラルハウス。じゃあ私の方はこちらです。お、 HONETED ハウス。私はね、ホーンテッドハウスって書こうとしました。あら、ちょっと聞いたことある感じが。そうですね、確かに。さあ答えの方はどうでしょう。惜しい惜しい。例えば HAUNTED ハウス。うん、あら、いや、ここに来て、ハウス合ってる。ハウスはね、どっちも合ってるよね。惜しいな。ハウス合ってたよ。一緒だな。あ、悔しい。来るのか。面白いね。罰ゲームなんて
よし、じゃあ気を取り直して次へ行きましょうか。じゃあ次の問題はこちら。クラウド用語でクラウドとはどういう意味の言葉でしょうかということで。そっか、私クラウドって別のやつを思い出したんだな。クラウド、クラウド、クラブ用語でクラウドでしょ。なんか私の予想だとなんか狩りをする人がカリウドっていうような感じなのかなって思っちゃう。クラウド、なんか雲みたいなのなかったっけ。雲、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 空の雲。あれ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 ルカルマールのがクラウド、あれ、 あ、待って、ちょっと、なんか違う気がする。もうかけた。まあ、これが違う気がするんだけど、ぽい感じの答えはかけた。あ、私違う気、絶対違う気がする。よし、じゃあ答えを私から。そうですね、行こうか。ドン。はスモーク。あれ、あれってこと、ライブとかで、そう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 、雲がね、雲がね、あれ出るのをクラウ、クラウドがスモーク。そうそう、 あれクラブってスモークないの。多分炊かないと思う。あれ多分ね、あれ多分炊かないと思う。では私の答えを見せたいと思います。私はこちら。クラブに行きたい人たちをクラウド。そう、私はなんかこう狩り人で狩りをする人を狩り人って読む感じで、クラブに来た人をクラウドって読むのかなと思って。ああ、そういうことね。そうしました、正解は、正解はクラブに来ている観客を指す言葉ってことは、ゆうちゃんは合ってるけど、これ体にいいとかあるのかな。どうだろう、そういう感じなのかね。はい、ここで残念ながらお時間となってしまいました。どうでしたか、アルカちゃん。いや、思ったよりね、すごいビリビリしてね、指がね。ね、なんかビリビリってかさ、なんかあのボンボンボンって、そう、ね、すごい脈がドンドンみたいな。そうそうそう、で勝手に手が動く、ね、すごい未知の体験をしたね。未知の体験でね。クイズ的にはこれは何問正解だったのかな。3、あ、じゃあ半、6問中3問だから半分か。半分、半分だと、まあ、まあ、チームワーク的には 50% ぐらい。 50%、まあでもあれじゃない、出会って数ヶ月にしてはね、いいと思う、いいと思う。これから、これからよ、これから、ね、これからどんどんチームワークはね、こう高めていけたらいいって感じですね。はい、以上 B4DJ 連帯責任クイズでした。ではここで私たちからのお知らせです。この秋リリース予定の D4DJ のリズムゲームアプリ D4DJ グルービーミックスの先行プレイ版アプリ D4DJ グルービーミックス D4U エディションがただいま配信中です。はい、なんと私たちが演じるリリカルリリーの限定ストーリーと楽曲も遊べますよ。4人のキャラクターがどんな会話をするのか、ぜひチェックしてみてくださいね。詳細は D4DJ グルミク公式サイトでご確認ください。はい、ということで今日はここまで。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録お願いします。お願いします。高評価もぜひお願いします。今日の担当は深川るかと渡瀬ゆずきの、せーの、ゆずるかでした。バイバイ。